はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞く限りですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、丸々が糖尿病に効くよとか、丸々がこのような病気にいそうですねとかっていうのをこう言ったりとか見たりね、聞いたりしたことがっていうのがね、まあ、僕もそうなんですけども、皆さんもねあると思うんです。まあ、例えばね、緑茶なんですけどもね、あの生活習慣とがんなどがね、まあ、どのように関係しているか関連しているかっていうのをこう調べるために行われたですね、大規模なコホート研究でっていうのがあるんですけども、コホートというのはですね、あの共通した因子を持っていて、その観察対象になる集団のことをコホートと言います。でその研究ではですね、その緑茶を1日6杯以上飲む人ではですね、週にたった1回、まあ、1杯以下とかのいうようなね、まあ、ほとんどほんまに飲まない人と比べてですね、糖尿病の発症率がこっちのとかね、33% もね、少なかったとね、結果が出ています。で、そんなね、緑茶に関してね、とあるね、疫学調査でもですね、その緑茶に含まれているね、テアニンという成分のね、代謝物エテルチアミンっていうやつがあるんですけどもね、それのね、血清濃度がね、高い人っていうのはね、新型糖尿病の発症のリスクが低いとね、結果が出ています。ほんで、これを踏まえた、さらなる研究ではですね、血清エチルアミンの濃度がですね、上昇するに従って、新型糖尿病の発症のリスクがね、下がって最大で 21% も低下したとの結果でした。要はですね、よく緑茶を飲んでる人は新型糖尿病になるリスクが低かったということなんですよ。でそんな緑茶はですね、糖尿病以外にもね、心臓病とかね、脳卒中などのね、リスクの低下やね、認知症の予防などのね、研究結果がね、発表されています。で他にもですね、緑茶のカテキンがね、血圧、体脂肪で脂質を調整してくれて血糖値を改善するとかね、緑茶のカフェインがね、血管をこう修復してくれるとかね、そのようなといった可能性をね、挙げられてるんです。まあ、このようにですね、いずれもね、研究でしっかり報告されていますのでね、まあ緑茶がね、その糖尿病や心臓病やね、認知症にはいいとはね、まあ、言い過ぎで、前唾もねやし、もう信じない方がいいでとはね、まあ、僕はそこまでは言い切れません。ただですね、その丸々が糖尿病にいいよと聞いたので、まあ、それを積極的に取り始めましたということに対しては、まあ、そこまでね賛成しかねます。なぜならですね、そうなると、まあ、ついついこうね、たくさん取りすぎてしまうのでね、まあ、このいつものね、この手のお話の時には言ってますけどもね、逆にね、その取りすぎは良くないんですよ。今回はね、その緑茶にフォーカスしてますので、まあ、それについてさらにお話ししますとですね、まあ、緑茶っていうのはね、糖分や塩分が入っている飲み物ではないので、まあ、普段からね、好きでよく飲んでいるなら、まあ、問題ないんですけども、まあ、そういったね、普通の場合の飲み方はね、まあ、常識の範囲内の普通の飲み方だと思います。でもね、砂糖入りの缶コーヒーとかね、缶紅茶とかね、まあ、ジュースなどをね、もう日常的にその、まあ、例えば言うたら、お茶代わりに飲んでいた人っていうのが、まあ、そういう代わりに、その緑茶を、まあ、そのように代わりに飲むようになったとしたらですね、まあ、その場合はですね、ぜひその習慣をね、続けていってほしいです。ところがですね、糖尿病にいいからとね、緑茶を飲み始める人っていうのは、先ほども言いました通りにですね、過剰な飲み方にね、陥りがちなんですよ。よくあるのがね、夜中になかなか眠れなくなったとかね、トイレに行く回数が増えちゃったとかね、胃の調子が悪いといったね、人の話をね、よく耳にします。そんな人の話をね、よく聞くとですね、1日にね、7杯も8杯もね、緑茶を飲んでいてですね、しかもね、寝る前にもね、緑茶といった飲み方ですよ。緑茶そのもの自体はすごいいいんですけども、一応はね、水分ですしね、でその緑茶に含まれるカフェインというのはね、利尿作用とか覚醒作用などね、あと胃液のね、分泌を促進する作用がね、ありますからね、大量に飲んだりとかね、まあ、寝る前に飲んだりとするとですね、睡眠やね、そのトイレの回数などね、あと胃腸にもね、影響を与えてしまうんです。またね、場合によってはですよ、かえって心臓に負担がかかってしまう時もあります。そしてね、緑茶を飲むとね、ついつい欲しくなってとね、緑茶と一緒にね、和菓子をね、こうついつい食べている人もね、いてますよね。この緑茶の苦味に甘い和菓子っていうのがね、なぜあんなにマッチするんでしょうかね。僕はね、こしあんのね、まんじゅうがたまりません。あとはよもぎも捨てがたいですよね。
ていうね、これがね飽きません、ほんまに。これこそ、このことこそがね、その糖分の取りすぎにつながってね、糖尿病がかえって悪化するリスクがあります。そしてね、意外な真実なんですけどもね、糖尿病はね、糖尿病予備軍の、ね、患者さんでね、血糖コントロールというのが、ね、悪くなったと思ったらね、原因はね、ヨーグルトでしたというね、お話もね、聞いたことがあります。ヨーグルトというのはですね、イメージ的にはね、すごい体にいい食品だよというやつの中のね、代表的なものですよね。で、そのヨーグルトをね、健康のためにですね、取り始めたのはとてもいいことなんですけども、トッピングとしてグラニュー糖とかね、ジャム、蜂蜜をブワーってかけまくって食べてしまったがためにですね、カロリー摂取量が増えてしまって血糖コントロールがうまくいかなくなったという患者さんもね、いると思います。っていうかね、いてますよ絶対に。僕がそうだったんで、緑茶もヨーグルトもそうなんですけどもね、その他にもね、病気の予防に役立つことがね、研究で明らかになっている食材はね、他にもたくさんあります。ほんで、それらの食材の有効成分っていうのがですね、もし薬とね、同等の作用があるならね、それをこう抽出してね、それを薬とするための研究がね、行われています。実際に青魚に豊富なね、必須脂肪酸の EPA っていうのがあるじゃないですか。あれはね、高脂血症をね、予防してね、動脈硬化とかね、心筋梗塞とか、ね、脳梗塞の対策にもね、つながっていることが分かっていてですね、世界中のね、その医学者に研究され続けた結果ですね、現在はサプリメントとしてだけはなくですね、高脂血症の薬としても登場しています。ね、EPA ってすごいんですよ。過去の動画でもね、お話ししたことがありますけどもね、EPA を積極的に取っていた北欧の地域の人らではですね、昔から心臓病とか糖尿病を含むね、血液疾患のね、患者さんが少ないとお話したことがあります。EPA というのはね、エイコサペンタエン酸のね、略称でですね、イワシとか本マグロ、サバ、アジなどのね、その青魚にね、多く含まれるね、N3 系脂肪酸の一つなんです。北欧のね、めっちゃ北にあるね、グリーンランドってあるでしょ。あそこのね、イヌイットの人たちをね、対象に行ったね、疫学調査のきっかけでね、 EPA がこう注目されるようになったというね、歴史があります。で、そんなイヌイットの人々っていうのはですね、野菜をほとんど取らずにね、アザラシなどの肉をね、主食としてたんですよ。にもかかわらずですね、豚や牛などのね、羊などのね、肉食中心のね、その、グリーンランドの下の方にあるヨーロッパ人よりもですね、心筋梗塞で亡くなるね、人がね、非常に少なかったんです。で、それを調べるために行われた調査の結果、イヌイット人の人たちの血液中に含まれる EPA の数がですね、ヨーロッパ人に比べて極めてすごく多いことが明らかになりました。それはなぜかと言いますとですね、彼らが取っている EPA というのはね、アザラシなどが主食としている青魚に由来するものなんです。EPA というのはね、血管とか血液の健康維持にね、重要であってですね、血液をサラサラにするとかね、中性脂肪酸値を下げるとかね、血管年齢を若く保つ、心臓病、脳梗塞を防ぐ、動脈硬化を防ぐなどの効果がね、すごいあるんです。このような感じでですね、食材の中にね、有効成分が認められればですね、抽出して薬にする研究が行われています。EPA に関してはね、その魚なので食べ過ぎてもね、良さそうな気はするんですけども、魚に含まれているね、水銀によってね、アトピー性皮膚炎とかね、記憶力の低下とかね、情緒不安定、中枢神経障害、肝機能障害とかね、運動失調などがね、挙げられていますので、やっぱりね、ほどほどにしておいてください。そもそも魚をね、それほどになるほどね、食べられへんとは思いますけどもね。そんな魚の EPA もですけどもね、先ほどね、お話ししたヨーグルトもそうですし、緑茶もそうなんですけどね、それらのようなね、〇〇というのが病気予防にいいという情報っていうのはですね、頭の片隅にね、軽く留めておく程度でね、お願いします。でもね、食べる食べへんやったら、それは食べる方がね、ええに越したことないんでね、常識の範囲内でね、食べていってください。そんな感じでね、体にいい食べ物もほどほどにというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。